皆さんこんにちは、まもるです。今回は誰でも簡単にできる股抜きショットになります。教えていただけるのは補正アプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速 VTR いきましょう。いやでも試合中に股抜きって使うことってあるんですか？そうですね、まあ、僕はよくネットプレイにも出るんで結構上を抜かれるんですけど、そういう時は股抜きよく使いますね。なるほど。正直股抜きってメリットあるんですか？そうですね、僕は結構股抜きずっと練習してたんで、中途半端に回り込んで打ったりロブで返したりするよりも、まあ、安心して使いますね。股抜きでポイントを取ると、まあ、相手もちょっとメンタル的にダウンしてくれたり。まあ、何よりやっぱりかっこいいですよね。確かに確実にかっこいいですもんね。そうですね、また股抜きでポイント取った時は気持ちいいです。なるほどなるほど。コツとかってあるんですかね？そうですね、まあ、ストロークと同じように軸足が存在するんですけど、右利きの人の場合は右足が軸足になります。その右足をボールの真横まで入れてあげて、あとは左足でそのボールを追い越してあげれば簡単にボールを追い抜くことができるので打ちやすいです。なるほど。あともう一つは股抜きってこう足を深く上げたり股の間を大きく開いたりしないと難しいショットっていうイメージがあると思うんですけど、僕の場合はラケットが股の間に入る瞬間はフレームから入って、股を過ぎた瞬間にそのフレームをプロネーションを効かせてひっくり返すことによって面を作るので、そこまで足を上げたりする必要がないっていうイメージですね。なるほど。いや、こんな股抜きを綺麗にやってる人なかなかいなかったですね。いや、僕すっごい時間かかったんですけど、すごいと思います本当に。ぜひね、皆さんも試してみてください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。